マナさんの歌、私が預かるよ。お姉ちゃんと話した最後の夜、私はひどいことを言ってしまったの。私が代わりに歌ったら、琴乃ちゃんは目標をなくしちゃうんじゃないかって。三枝さんはどう思いますか？担当はお前だろ。何ですのこれ？あとは俺の方で対応する。やっぱりショックなんだと思います。確かめようがないことは気にしてもしょうがない。私にはわかるんです。俺だって信じられない。もういい。ねえ呼んでくる。マナさん、琴乃は私がいないからここまで頑張ってこられたと思うの？自分の意思はなかったのかって。大きな目標を追いかけるようになって、私のやりたかったことはこれなんだって。ダメ、それじゃダメなの。そんな絶対的アイドルに私はなります。私たちもアイドルだから。実力でみんな黙らせてしまって、あの歌を歌うつもりはありません。牧野くんが見るべきはあっち。